2020年 J2 リーグ、この後すぐ。おはようございます、おはようございます皆さん、千葉芳代でございます。6月27日今週末からですね、みんな大好き J2 リーグが帰ってくるぜということで、今回はですね、J2 リーグ開幕初戦についていろいろと語っていく千葉芳代でありたいなと思います。ただね、放送開始冒頭でいきなり言うのもなんなんですけれども、一つね、言っとかなきゃいけないことがあるんですよ。というのもですね、差しのいい方だったらお別れだと思うんですけれども、今現在このスタジオにはですね、千葉芳代が一人しかいません。でもね、今後ね、こういう放送スタイルみたいなものが増えるとお伝えしておきましょう。なんでかっていうとさ、みんなお分かりだと思うんですけれども、再開スケジュール見させていただいて、もう密すぎて、スケジュールがいろいろと千葉芳代の放送のあり方みたいなものも変わってきちゃうんだろうなと感じました。で、具体的にどんなことが変わるだろうなってのが予測されるかっていうとですね、そもそもですね、撮影をしてもですね、編集の時間が確保できなくてお蔵入りになってしまうですとか、あとは今日みたいに軍団のスケジュールが合わなくて僕だけで撮影するとかで、一番最悪なのはそもそも僕の仕事がスケジュール、試合のね、スケジュールと重なっちゃってそもそも撮影ができないパターンとか、だから簡単に言うとですね、お休みだったりとか放送尺が短くなるっていうことが2020シーズン限定になってほしいですけれども、増えてくることが予測されます。なので冒頭でね、繰り返しますけど、なんか言うのもなんなんですけども、こういうスタイルで撮るっていうのに僕も早く慣れなきゃいけないし、皆さんも慣れてください。ただね、安心してほしいのは、今シーズンもですね、ジェフユナイテッド市原千葉というクラブ、そしてジェフサポーターの皆様と一緒にですね、一試合一試合しっかりと追っていきたいなと思いますので、可能な限り千葉芳代は放送ですか、を続けていきたいと思いますので、そこだけは全力を尽くすということをお約束しますので、何卒ご理解とご協力、そしてご安心をしてくださいますようお願いを申し上げます。なので今日はですね、再開初戦となる試合をいろいろ語っていこうと思うんですけれども、その再開初戦の相手、前回の放送でね、僕たち3人偉そうに再開初戦の相手誰だって言ってましたけれども、そう、ヤッスンが言った大宮アルディージャさんになりました。ヤッスンさすが。で、この大宮さんについていろいろと語っていこうと思うんですけれどもね、ジェフサポの僕がさ、偉そうに言わせてもらうんですけれども、僕のイメージで言うと大宮さんは、カウンターが上手だ。去年はね、あともうちょっとのところで J1 昇格ができなかったっていう悔しいシーズンを送られたんだと思うんですけれども、その昇格を逃してしまった要因が電力不足だったのかな。で、その得点力不足っていう問題を解消するためにですね、大宮さんは2年目高木監督が得意なカウンターと合わせてですね、自分たちで主導権を握る、自分たちでボールを握って、自分たちでゲームを作っていく、なので簡単に言うとポゼッションスタイルも取り入れようとしてて、カウンター&ポゼッションっていう、なんか二刀流っていうんですかね、そういったところに着手してるよみたいな情報を聞いてはおります。で、現に開幕戦かな、大宮さんからするとアウェーミッドで行われた開幕戦には2対1で勝利をしてると。で、去年もその得点力不足で、あと1点あれば引き分けられた、あと1点あれば勝てたっていう試合がいっぱいあったんだと思うので、この2点取って勝つっていうのをね、開幕戦でしっかり水戸さん相手に演じた勝利だったんだと思います。なのでね、この優勝候補とも言えるような、間違いなく強敵の大宮さんとの再開初戦、一体どんなスコアになるのかっていうのをね、ちょっとよっちゃんね、しっかりとバシッと予想しですから当てていきたいと思いますよ。再開初戦はですね、
1対0でジェフの勝ち。2-1も追加で。まあ、1-0か2-1で勝つんじゃねえかなと思ってます。まあ、そもそも僕千葉優勝なんで、引き分けと、負けの予想は省いてるんで、勝ちの予想しかしないんですけれども、1対0か2対1になるかと思います。まあ、理由はいろいろありまして、高木監督のサッカーってやっぱりそのカウンターだったり守備に重きを置いている監督さんなイメージがあって、さらに開幕戦でね、我々ジェフからすれば J2 に落ちてからずっとこういう勝ち方ができなかったんだよねっていう、守備で勝つっていうサッカーができた試合でしたよね。なので両監督とも両チームともこの守備から入るっていう特徴があるチームで、実際第2節って言ってももう4ヶ月ぐらい間が空いてるので、もうほぼほぼリーグのもう開幕戦みたいな位置づけで、この開幕戦でどうしてもね硬くなるゲームが多いと思うんで、そんなにね3対0とか打ち合いとか一方的なゲームにはならないだろうなって予想させていただきました。まあ最下位初戦どのチームも落としたくないと思うんですけれども、今回はホームの我々ジェフユナイテッド市原千葉が 1-0 か 2-1 で勝つっていう予想でいいじゃない。このタイミングで言うのもなんですけど、今後こういうスタイル増えますよ。皆さんで笑いを処理していただいて、皆さんでしらけた空気をなんとかしていただければと思います。やりづれー。まあ、あとはね、このタイミングで言うのもなんだっていうか、まあ、すいません、忘れてたんですけれども、開幕初戦にですね、千葉優勝、なんと、ジェフサポーターの方で、ズームで集まった、ジェフを応援しようっていうイベントに参加させていただくことになりました。楽しみ。本当に楽しみ。まあ、僕たちね、今、現地に行けません。で、現地に行けないからこそね、心だけでも一つに、ユナイテッドにするために、このズームとかリモートでね、一つに繋がって、同じジェフっていうクラブを後押しをちょっとでもできるように、熱い応援をしていけたらなと思います。カイセガイスもですね、この中断期間が長かったんですけれども、僕たちの愛してやまなかった J リーグがいよいよ帰ってきますよ。この幸せ、喜び、そして熱い気持ち、またこれをね、持ちながらね、日々生活できると思うと、ほら、ワクワクするぞ。ワクワクする、本当にワクワクするので、みんなと一緒にね、またジェフサポーターと一緒に一試合一試合一生懸命魂を込めて追っかけていきたいなと思います。その決意をね高めるためにも、今回もこの言葉でお別れできればと思います。それでは皆さん、いきます。俺たち